法恩寺は、東京都台東区東上野にある新州大谷派の寺院。坂東法恩寺と通称される。三号は、交流山。陰号は、社徳院と合する。回帰は、新蘭の門邸の昇進。昇進と法恩寺は24屋からの第一番である。元は、下宇佐国横曽根にあった、新言州のあれでら、大落寺の昇進が、 年物道場として再興したのが始まりである。慶長5年に陛下によって消失し、寺本を江戸に移す。はじめは、外桜田に移し、寛永20年に、八丁堀へ移転する。明暦3年1月18日の明暦の大火により、浅草本願寺東門内の広沢神殿に移転する。文化3年3月4日の文化の大火により、浅草本願寺と共に消失する。 文化7年、上野に寺本を定め現在に至る。横、曽根の跡地は、文化3年に本堂が再建され、はじめは、文密寺と合し、後に、万道法恩寺死亡になり、下宇佐法恩寺と通称される。万道本とは、万道法恩寺が、伝授してきた、県浄土真実教行証文類の通称。万道本が現存する唯一の親戚本であり、 国宝の指定を受けている。万道本は、新州大屋派に寄贈され、京都国立博物館に予託されている。万道本という通称は、万道法恩寺が所蔵してきたことにちなむ。ありがとうございます。